晩酌。二十歳を超えた成人にのみ許された至高の時間。自動車がガソリンを原動力にしているように、酒飲みにとってそれはアルコールと相場が決まっている。この男伊藤開始も例外ではない。一日の労をねぎらい明日を生き抜くためにも、この晩酌という行為は必要不可欠、絶対条件なのである。しかしこの男にとって晩酌とはあくまでガソリンそのもの。燃焼させなければ動力として機能しない。そう、カイジュにとって真に重要なのはもっと別のところ。それは動力源を機能させる火種、すなわちギャンブルである。金、酒、ギャンブル、人生を豊かにする三原則。この中のどれか一つでも欠けちまってもダメ。実りある生活なんて到底遅れたもんじゃねえ。そりゃ好きなつまみを当てに好きな酒を飲めたら一定の満足感は得られるだろう。だが本当にそんなんでいいのか。勝利が約束された試合に勝って何が面白い。迷ったらギャンブル。わずかな希望の中から勝利をつかみ取り、そいつを当てに飲むのが気持ちのいい晩酌ってもんだろうが。俺はやる。この一週間ハズレおつまみを入れたこのくじの中からランダムに引き、そこに書かれた当てて飲みつなぐ生活、ギャンブル晩酌を。まずは1日目、行くぜ石太郎さん。なるほど、酒とばか。炙り酒とばか、こいつはなかなか。炙り酒とば、1日外出力班長2巻第8話に登場した酒の魚の定番。そのままでも十分にうまい酒とばだが、それをさらにライターの火で炙ることで香ばしさが加わる。まさにうまさ倍付け。酒とばか、悪くね。軽い晩酌のあてにはぴったりだ。コンビニで買ってきた安物だが、こいつをライターで炙ることにより香ばしさと酒の香りが一層引き立つ。そしてこいつが焼酎の水割りとよく合い上がる。なんといってもこの手軽さ。そのまま食えばただの乾物のつまみだが、こうして火で炙るだけでなんというか料理してる気になるっていうか、まるで出来たての一品をあてに飲んでるみてえだ。気取らないこの感じ、男の一人飲みなんてのはこういうのでいいんだ。酒とばか、酒もとばも好きな俺にはまさにうってつけ。今夜は大張りだ。好調な滑り出しを見せ、1日目終了。2日目、満足のいく晩酌ができた次の日は気分がいい。心なしか体も軽い。今日も頼むぜ石太郎さん。石太郎さん、どうだ。よし、ホッピーセット当たりだ。ラッキー、ホッピーセット当たりだ。ホッピーセット、 C 班班長小田切が考案した新たな晩酌ビジネス。ホッピーにカレー線を組み合わせて売り出すという至ってシンプルな商売だが、これが意外にも大バズり。大月の商売をも脅かす存在となった。あまりにも地下で盛況だったんで前々から気にはなっていたが、ようやく試す時が来た。ホッピーにせんべいっていうこの地味さというか泥臭さというか、飾らないしっぽり感みてえなのが妙に酒飲みの第六感に訴えかけてきやがる。サクサクとした食感にスパイシーなカレーの香りが乗り、無性に酒を煽りたくなる。そこでこのホッピーが絶妙。ビールより軽い飲み応えだが、そのライトな口当たりがカレーの風味をより引き立てる。ほんのりと鼻から抜けていく麦の苦味とカレーのスパイスの調和も心地いい。というかこの亀田のカレー線の完成度、ポテンシャルが高すぎる。一枚の満足度が他のせんべいとは比べ物にならないほどの圧倒的多幸感。マジで一晩中この組み合わせで飲んでられるぞ。結局この日だけで半分以上の焼酎を開け、こういう充実感と少しの後悔を残し、2日目終了。3日目、くそ、昨日は少し飲みすぎちまったな。いつもより体が応えてんのがわかる。こんな時は酒を煽って活力をみなぎらせるに限る。いい目出してくれよ石太郎さん。泣きずれんだよ毎回これよ。冗談、カキピー詰めちくわ、なんだこいつは。カキピー詰めちくわ、それはカキピー食べ放題という大月のビジネスに乗せられた債務者たちが、カキピーをどうにかして飽きずに食べ続けられないかと創意工夫し生み出された地下の産物。くそ、いい流れが来てると思ってたがここに来て収束。
そりゃまあカキピーもちくわも単体で見ればハズレってわけでもね。だが食わなくてもわかる、合うわけがない、この組み合わせ。何を思ってカキピーをちくわに詰めようなんて発想に至ったのか。キュウリやらチーズやら、これまで様々なものを穴に詰められてきたちくわだが、まさかカキピーを詰められる日が来ようとは夢にも思ってなかっただろうよ。案の定その出来栄えも微妙。ちくわのブニッとした食感に相反してカリカリとしたカキピーの食感、ブニカリ食感なんて字面だけでも口内ストレスなのが容易に想像できるだろ。すまねえなお前たち、本当は美味しく食ってやりたかったが、これもギャンブル晩酌の掟。今夜は一晩中俺の口の中で殴り合ってくれ。心と口内に浅い傷を負いながらも3日目終了。しかし迎えた4日目でさらなる深手を負うこととなる。昨晩はどうにもやりきれねえ晩酌になっちまったが、今日で挽回する。いける、まだ流れは死んじゃいねえ。今日で必ず引き寄せてみせる。味方してくれ石太郎さん。今日こそ頼むぜ、味方してくれ石太郎さん。来い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 。まあ、どうしてだよ。カキピーボール。昨夜同様、カキピーに追われる債務者たちが生み出したカキピーレシピの一つ。まずピーナッツと柿の種を分別し、粉砕、両者細かくなるまで砕いていく。そして砕いた柿の種を水で湿らせこねる。団子状、そこに砕いたピーナッツをまとわせれば完成。地下では注目を集めたこの食べ物だが、無論以前試したことのあるカイジは知っている。それがえも言われぬ魔球であるということ。くそ、ふざけるな。2日続けてカキピー、ましてや KPB。 知ってんだよこいつがクソほどうまくねえってことは。カリカリとした食感は失われ、ブヨブヨネチャネチャと気味の悪い食感がまとわりつく。サクサクになるかと今回はオーブントースターで焼いてみたが、まるで無意味。むしろ水分が飛んでよりパサパサになっただけ。どんだけ重い玉放れば気が済むんだこいつは。こうなると必然焼け酒。象を魚に飲み明かし、4日目終了。5日目、くそ、すっかり悪酔いしちまった。体も重いし頭痛も引かねえ。今日みたいな日は酒で迎え撃つに限る。救ってくれ石太郎さん。ごめんごめん、なんじゃ。よしよしよし、ああありがてえ。ブリ大根、大月流大人の飲み方に登場した小料理屋みゆきの絶品メニュー。映画ビジネスで大儲けをしていた C 班班長小田切と M&A を果たすべく、大月が互いが互いを引き立て合うブリ大根をまるで自分と小田切のような関係だと形容した一品である。正直ブリのシーズンは外れていたんで入手できるか心配だったが、偶然か必然か手に入れることができた。しかも半額で。こいつはもうブリ大根でやらなきゃ誰かの養分。俺の中のサハラがブリ大根で飲んでけと囁いてやがる。熱湯で臭みを取ったブリを軽く焼き、水、醤油、砂糖、酒、刻んだ生姜を加え、レンジで加熱した大根と共に煮込んでいく。一日寝かせて味を染み込ませたら、再度温め直して器に盛り、ネギを散らして完成。旨味がこってり染みたブリ大根には、やっぱりこいつ、焼酎ハイボール。ドライな切れ味が俺を浄化してくれる。それじゃあみんな、今日も一日お疲れ。乾杯。キンキンに冷えてやる。今回は粗の部分だったんで加食部はそれほど多くはないが、その分ブリの旨味がより強く、そいつをたっぷりと吸って染みた大根がもう噛むほどにじゅわっと口の中に広がりやがる。ブリが大根を引き立て、大根がブリを引き立てる。まるで鉄骨上で支え合う俺とサハラだが、今夜渡る鉄骨は勝利の確約された道、ビクトリーロード。意味不明な言葉を残し5日目終了。6日目、うわ、まだ俺を見放してなかった。いや、むしろ逆、味方につけた勝利の女神を。今日も行くぜ俺は。続け医者のさん、来い医者のさん、出てこい医者のさん、進めば分かる俺たちの勝利の道が。どうしてだよ。大爆死チョコチップスティック。学生時代の大月が
日々の金欠をしのぐために食いつないでいたという知る人ぞ知る大月飯。そんなもん知るか。なんでこんなマイナーなもん入れてんだ。進むわけねえだろ。こんなもので酒が。ただでさえ甘いもんが苦手だっていうのにふざけろ。当てつけのようにこの一週間で一番高価な酒を合わせ6日目終了。そして迎えた最終日7日目。くそー、終われるかこのままで。最後の晩酌、イカ様でもやらせても何でもいい。飾らせてくれ優秀の瓶。強運なんかじゃなくていい。奇跡もいらねえ。平運怒ってくれよ。俺にごく普通の現象確率。来い一緒のおっさん、来い一緒のおっさん、来い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 。強運なんかじゃなくていい。来い一緒のおっさん、来い来い来い。濃厚重々の焼肉セット。この1週間の晩酌を締めるのはみんな大好き焼肉。やった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 。肉だ肉。イカ様と言われたっていい。やらせと言われたっていい。ここまで耐え忍んだんだ。きっとみんなも許してくれる。寛容な心で期待するな運なんかに。編集だ編集。自分を救うのは編集だけ。イカ様をして食う肉はうまいかって、そりゃもううまいさ。人の金で食う肉と同じ背徳感という名の最高のスパイス。どんな形であれ肉は肉。こいつ自体に罪はねえ。それなら存分に美味しくいただいてやるのが肉に対するせめてもの礼儀ってもんだろ。誰が何と言おうと食うぜ俺は。うますぎる。やばいやばいやばい。ガーン、キンキンに冷えてやる。まあ、ああ、うん、最ただ焼いただけの肉がこんなにもしみるしみる。本能からうまいと叫んでいる。まさに飢えて乾いた心にポツンと現れたオアシス。ありがてえありがてえ。気分よく焼肉と酒に浸るカイジだったが、その時は突如訪れた。どうした、火が消えちゃってるぞ。まさか。そう、ガス欠。これまで4本の動画にわたり使い続けてきたガスボンベは開始5分およそ8割の生肉を残したまま果てる。因果応報、天柱、悪事を働いた者に下る当然の報い。かくして1週間を飾る7日目最後の晩酌、開始敗北の悪臭に沈む。遠藤さん、遠藤さん疲れ、遠藤さん疲れてない。もう終わりなのか。